網戸越しで日光浴していただけると UVB、紫外線の中の UVB を浴びると、はい、体の中のビタミン D が活性型になって、それでカルシウムの代謝が良くなってくるんですよ。あ、はい、でどうしても何個も産むとだん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 さ、卵が柔らかくなっていっちゃうと、で柔らかくなると大きくなって、それで卵詰まり卵巣になっちゃうケースが多いんですよ。だからたくさんの子はね、ペレットで十分なんですけど、まあちょっとプラスボレーコも、わかりますね、ボレーコ、こういうやつね。あ、はい、こういうのもちょっとやるといいですね。あ、カゴだけでいいよ。はい、3日間に1回に初めて産んだのがいつになるんですか。ちょっとそれは、あ、今回はだから先月の17日ですね。先月の17日、4月の17日ね。4月の中旬で、じゃあ4月の中旬から12個産んでるわけ。そうです、12個、ね、で大体3日に1回のペースで産んでる。そんな感じですね。じゃあちょっと体重を測っておくと、はい、じゃあこちらね、はい、じゃあこちらね、手伸びですかね、こちら、はい、一応手伸びだけど怖がるかな、怖がってますね、はい、ごめんね、先に体重測ろう、体重測ったことあります？あ、ないです。あ、ないですか、体重が 54g ですね。それでちょっと体触ってきますね。何歳なんだ。あ、この5月で、4歳。5月14日で4歳。4歳になったわけですね。初めて卵産んだら大体何歳ぐらいの子でした。何年ぐらいですか。1年ぐらい。去年ぐらいから、で2歳ぐらいから。私も覚えてない。ご飯がそれなりに入ってますね。触ってみてください。柔らかい。はい。だからまだ卵にはなってない。でも膨らんでます。だいぶ。それからあとだいぶ痩せてる。あ、そうなんだ。骨さ、はい、まあ、この骨触れていいんだけど、この骨の両横の筋肉が少ない。もっと食べさせないか、うん、卵産むときはさ、あのシードも混ぜてもいいですよ、はい、ちょっと脂肪分のやつ、カナリアシードとか。でも最近カナリアシードだけで売ってないからね、なかなか、うん、だからあのペレットとあのシード、うん、あの泡冷え切りカナリアシードなんかね、さだなみは、うん、あのシードをやるとなんか詰まるみたいなことをネットでこう飼い主さんが言ってて、で塩味は詰まるって、粉々になるから詰まる、詰まるって出ること、なんか食体を起こすってこと、なんかあんまり良くないみたいなことをみんなおっしゃってて、うん、いや確かにね、ペレット主体の方は絶対いいんですよ、はい、ただし痩せちゃってるからさ、それで、はい、痩せ、まあ、もともと痩せるのかどうかわかんないけど、今は痩せてますんで、うん、ちょっとカロリーの高いものも補ってあげた方がいいんじゃないかなと思ったわけで、そのにはご飯は今入ってはいましたけど、はい、よく食べはするんですって、うん、食べるでしょうね、そんだけ産むんだったら、うん、そう、要は産卵ってすごいエネルギー使うことだからさ、はい、で買ってるのはこの子だけなんですよね。そうなんです。じゃあもう卵は産んだらすぐこれ外した方がいいですよね。あ、そうなんですか、うん、なんか置いとかない、ネット見、あ、もうネットしか見ないんですけど、はい、ネット見ると置いとかないと、あの卵がないと思ってすぐに次産むっていうふうに書いてたから、全部落ちてる。でも温めない、無精卵でも温めないですか、置いとくと。あの気にはなってチュン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 、あのこの周りをうろうろしてはいるんですけど、うん、こう乗っかっては温めない、うん、気にはなるみたいで。なるほどね。まあ、うん、私は外した方がいいと思いますけどね。あ、そうなんですか。巣箱はあの、まあ、外してます。巣箱も外して、もともと巣箱に入らないこれ、で新聞紙を引いててその中で潜るんで、新聞紙がね、この子の巣箱だったら外した方がいいかなと思って、2、3日前から新聞紙は取ってるんですけど、なんか落ち着かないみたいで、本人は居所がないみたいな。だからこう、この周りをチュンチュンしたり、こう、この網のところにこう、ピチャってひっついたり、なんか落ち着きなく過ごしてる感じ。じゃあちょっと座ってください、少しアドバイス的なお話を。
で、あのウルコインコのオスを飼ってたんですよ。で、たまに2匹同時に放鳥してて、まあ、水黒を見たのみたいなのはお互いしてたんですけど、まあ、それちょっと私の不注意で亡くなったのが先月の4月の16か7あたりなんです、はい、でもしかしたらその子と交尾をしたのかなとか、ね、あんまり鳥のウロコインコってだって大きいですよ。大きいですよ。全然違いますよ、ね、そうなんですよ。ちょっと健康チェック表がないんでちょっとくださいって言います。あんまり鳥のこと詳しくないからよく分かんない、ね、まあ、まずはね、あの1枚っていいよ。受付で鳥のプリントもらいましたよね、うん、ちょっとじゃあちょっと鳥のプリントだけ出します。あの今ね、この子を触ったら痩せてるということと、足がね、そんなあったかくないんですよ。だからカロリー使ってるから、体温が下がってる可能性があるんですよね。だから、この福ちゃん、今の体重が 54g。 まず、少しでも楽な環境をしてあげてほしいんですよね。そうすると、あのこの子のいる場所 の、 あの温度と湿度をちょっと何度ぐらいか測ってもらって、はい、で今って昼間高いけど朝方はだいぶ下がるじゃないですか、はい、温度差をなるべくつけるようにしてほしいです。だから実際温度を測ってね、この子にいるところこんなの置いて何度かなって見て記録してください。であんまり温度差が激しいんだったら夜から朝にかけては温めてあげてください。あの保温器入れた方がいいんですか。そうそうそう、こんな時期でも。こんな時期でも、だって足冷たい。も足触ったことありません？最近。ありますけど。足ってさ、普通あったかいですよね。40度ぐらい体温があるから、手の横を手に乗せたら足あったかいんですよ。でも今全然あったかくないからさ。で、あと毛づやも羽のツヤもちょっと悪くなってるように思いますんで、相当、これはね、この1ヶ月ぐらいで12個産んでればさ、相当そこにエネルギー持ってかれちゃうから、だからまず環境を楽にしてやること、うん、もしこの子を私が飼ってたら30度ぐらいで湿度 40% 以上のこういう環境に置きます。で、まあ、だったら酸素があるから酸素も流す。でもこう酸素がないにしても、まあ、30度にしろってわけじゃないんですけど、日内の温度差をなるべくちっちゃくした方がいい。でちょっとあったかい方がいいと思います。それから、まあ、それで体重を測るということね。それで、まあ、食欲元気は、あ、元気もあるのかな。普通ですね、変わらないんです、ね、サイズってます？あ、たまに。たまに。そんなに、あの、元気がないなとは思わないんで。サイズ見て結構大事で、やっぱり調子悪いとサイズがなくなるから、そこも確認しながらね。それであとは、まあ、うんちが多分大きいと思うんですけど、卵で言うと。あ、もともと大きい。この子の普通の大きさがこうだとしたら、まあ、これが普通だと考えたら、ドカンと出てたらさ、これを例えば5個分とかね、うん、そういうふうな数え方で何個出てるかなと、うん、台が5個分が1個とかね、うん、それでちょっと24時間大体どれぐらいのうんちが出てるか、うん、出てほしい数はやっぱり60個ぐらい出てほしいわけですよ。あ、そんなには出ない。あのちっちゃい数でね、ちっちゃいを普通のうんちで60個だけど、多分今は卵はそんな産んでるから、卵が腸を圧迫するから大きな子になっちゃうんですよね。っていうか、あの卵を産む前から朝にドカって大さじ1杯ぐらいにうんちするんですよ、うん、それが何個分って数えるのは難しいですけどね。ほんで包丁するとこう場所を移動するためにちっちゃいのをする。だから鳥かごの中に入れてると1日にまあ2個か3個ぐらいしか、さすがにんかそんな感じってみんな言ってるんですけど、でももっと出るんですけど、今度は数え、まあ1回数えてみてください、はい、この子が。でそれでその数で体重が維持されてればいい、まあ、できればちょっと増えた方がいいぐらいなんだけど、はい、で卵を超えてくると体重がポッと増えますんでね、うん、軽く 2g ぐらいだから体重ももし測れるんだったら朝晩ぐらい測った方がいいですよね。で、あと食事は今のご飯で全然いいんですよ、ペレットで。で、それにプラス、あの、ボレーコ、はいはい、要は、カルシウムの代謝を良くするためにはボレーコ絶対大事かな、はい、うん、だから、あと、ま、先生、ボレーコってこれ、売ってもらえないんですか。売ってないですね、ここでは。少し小分けすることはできます。小分けが、はい、
ちょっと買いに行く時間ね。中田さん、あれに小分けして、もしくはあとイカの甲とかね、あ種類平べったやつとか、いるかな、うん、置いてあるとそんなたくさん食べなくてもいいんですよ。でもカルシウムが不足してると多分食べるような気がするんですよね。で、やってほしくないのはエンド、はい、これはね、カルシウムも取れるけどナトリウムが結構入ってるんですよね、はい、で、下に置いてて汚れるから私はおすすめしてない。これかこれか、あとはミネラルブロックもあるんですけど、ミネラルブロック、そういうミネラルのブロック塊があるんですけどね。まあでも一番ポピュラーなのはボレーコだから、ボレーコを出してあげてください。それからあとさっきちらっと言った日光浴のことね、はい、で、これで UVB、紫外線の UVB を浴びたいわけだけど、これはガラスを通さないってこと、はい、させてって言われたことあるけど、うん、だからガラス越しに日光浴しちゃうと日内の温度差がすごいついちゃうから、かえって取り入れないストレスになっちゃうんですよね、うん、だから、うん、そのもんです。これをこうやって取り入れて、こう上げる、で、上げるとしてもこんないっぺんにこんなたくさんやらなくてもいいんですけどね、うん、あのもっと砕いた方がいいですかね。多分それでいけると思いますけど、もし食べにくそうだったら砕いてあげてください。でも通常だったらこうだったらこれでいけると思います。じゃあ日光浴ね。で、日光浴で全然しないんですよね。じゃあ1分から、とりあえず1分からいい、1分から30分ぐらい、でいきなり30分もやらないで、最初は 1、2分からで、あのやめてください。慣れてないのに長い時間やるとちょっとよろしくないかなと思いますから。あとあのネクトンってやってるんですけど、いいですよ、ビタミンですよね、はい、だからまあペレット食べてると割と完全栄養食に近いんですけど、はい、それにプラスアルファ少しネクトンとかそういうビタミン類足すのは全然悪くないです、うん、だって産卵するとさ、そういったのもたくさんいると思うから、通常よりも、だからそういう、あ、すいません、はい、なんでこれずっと産むんですか、それが不思議です。まあそれはその子のによりますね。産まない子は全然産まないけど、産む子は結構産みますよ、はい、止めれないんです。止めれないです。え、そうなんですか、はい、だってそれを止めようと思ったら禁煙しなきゃいけないけど、私はやったことないですね。鳥の禁煙手術、要は卵巣子宮を取るということですね。お腹当てて止めれない、そうなん、じゃあ産ませに環境で産ませるしかない、うん、でね、ただどっちかというと今までさ1年間の間でいつの春夏秋冬でどの季節に産んでました、いい時期だったような気がする。暖かい時期、冬は本当、普通は冬場から春にかけて産むんだけどね、冬場は産んでなかった。あ、そうですか、私もよく産んでなかった。まあでも、まあそれを止めることはできないですね、申し訳ないですけど、はい、そんなにネットに載ってましたか、止めてますって、あの止めない、産まない環境を作ってって、まあだからそういうのは巣箱を置かないとか、はい、そういうことだとは思うんですけど、はい、あと巣箱は多いっていいんですか、置かない方がいいと思います、はいはい、あとちょっと私見てて気になることね、はい、羽がこっちがちょっと光ってるんですけど、あの元々なんかお店の人が言うには、うん、なんかの拍子に脱臼したっておっしゃってて、でそのまま脱臼の状態で売られてて、なるほど、そういうことね。で、まあ、もらい手がない。でも飛べるんですか、ちゃんと。あ、変な飛び方、胃が出ちゃう、ええ、けど、うん、そのまま引き取っちゃって、こういうふうに下がってると、この肩甲骨の上、僕らで言うと鎖骨があるんだけど、この子たち右甲骨って言うんだけど、そこはちょっと痛めてるかもしれないですね、まあもう下がってずっと日にちが経ってるやつは直しようがないんですけどね、こんな感じだったから、わかりました、まあじゃあそうしたらちょっと健康チェック用をつけながら、はい、体重と、それからまあ私が知りたいところは体重と、それからうんちの数と環境温度湿度、これが知りたいです。だからできればそれ見てください。でまずは温める前に実際のこの子のね温度数を測って、で今日なんて昼間すごい暑いからさ、ね、明日の朝ってちょっと温度下がると思うんですよね、うん、だから夜から朝にかけてはちょっと保温して、うん、保温してあげた方がいいかなと思います、はい、じゃあ